アイスランド防衛隊の気象アイスランド防衛隊の F-15 戦闘機2006年5月、アイスランド防衛隊はかつてアイスランドの防衛を担っていた軍事組織である。司令部はケプラビークに存在していた。アイスランドは国軍を保有していない。IDF はアメリカ軍の部隊でアメリカ欧州軍の一部であった。人員はアメリカ陸軍、海軍、空軍のほか。 アイスランドの民間人が含まれていた。アイスランドは北大西洋条約機構に1949年の結成当初から加盟していた。アイスランドは北大西洋の要衝にあり、そこの防衛は NATO にとり重大な関心事であった。その後、1951年に NATO の要請によりアイスランドの防衛を目的にアメリカ軍が派遣され、 IDF が設立された。IDF は25を超える各種部隊によって構成されていた。1350人のアメリカ軍人、350人のアメリカ国防総省職員、650人のアイスランド人職員のほか、オランダのルウェイカナダデンマークからも軍事要員が派遣されていた。 航空部隊としては F-15 戦闘機や KC-135 空中級油機などを装備したアメリカ空軍第85航空軍陸上部隊として在アイスランドアメリカ陸軍アメリカ海軍も P-3C 対戦哨戒機の配備や対戦作戦の司令部の設置を行っていたソ連海軍北方艦隊所属の弾道ミサイル原子力潜水艦は 大西洋のパトロール海域と母港と往復する際にジャグギャップを通る必要があったため、アイスランド防衛隊の米海軍対戦部隊には、ソシスが発足したジャグギャップを通過するソ連の弾道ミサイル潜戦を監視する任務も課せられていた。2006年3月にアメリカはアイスランドに対し、戦力再編成の一環として IDF の駐留の終了を決定したことを通知した。 アイスランド側は、駐留費用の全負担を申し出るなど、駐留継続を要請していたが、アメリカ側がこれを受け入れることはなかった。2006年9月30日に IDF は駐留していた、ケプラビーク米軍基地を閉鎖した。人員は順次引き上げられ、F-15 戦闘機などの兵器もすべて撤収された。これによって、アイスランドは、 完全に軍隊を持たない国へと移行したが、アメリカはアイスランドの安全保障を引き続き継続することを約束している。ありがとうございます。